あっちが、じゃじゃっちゃじあじゃじゃじゃんゃじゃんゃじゃあっちゃん誰前だはい、どうも、一般男子高校生西村春樹と申します。今回はですね、この僕のヒーローアカデミアの爆豪勝己くんを 描いていきました。前回はね、デクく,くんの桜のね、真ん中でのちょっとエモーショナル感じのデクく,くんっていう感じだったんで、今回はその続きな感じで、夏の感じでね、ひまわり畑でひまわりに囲まれるカッちゃんみたいな感じのコンセプトで描いてみました。いい感じにできあがったんじゃないかなって、結構自分ではね、かなり満足度が高い出来栄えになってるんだけれども、この絵がどうできていくのかという過程とか、そういうものを動画に撮っていきましたので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。ということでですね、前置きはこの辺にして、じゃあ、 本編の方行きましょう。それでは本編どうぞ。 よし、というわけでやっていきましょうかね。今回書くのはカッチャンでございますが、どういう感じにするかっていう、なんか構図とかそこら辺に関しては全く何も決めておりません。完全に行き当たりばったりでもええー。俺が絵描くときっていうのは大体いつもこんなもんなんで、まあいつもの通りやっていこうと思うわけなんでございますけれどもね。で、線画の方入っていこうかね。多分だけど、おそらくだけど、本当になんかあの、この、下書きを書いてるときはさ、喋れてなかったのもあるし、なんか取れ高が全くなかった気がするから、多分全カットだと思う。 思うんだけどももしかしたら突然この下書きがボンって出てくるかもしんないけどその時はまあそれはそれでるしてねじゃあ頑張って張り切って線画の方書いていきましょう本当に線画っていう作業がこの世で一番嫌いなのはさ前回も言った通りだと思うんだけどーあっ何 <laughs> ライン待って収録中なのにマジで勝った じゃんさ、本当に、今こうやって無事に線画の工程に入れてるからいいんだけどもさ、マジで難しかった、本当に。この下書きもさ、実は3代目なんだよね。<laughs> 本当になんかね、うまいこといかなくって書っちゃちょっと書きはするんだけど、全然なんかいい感じにさ、しっくりくる感じの下書きが書けなくってさ、ちょっと書いて、いや違う違う違うっていうのをさ、3回ぐらい繰り返して、ようやくできたのがこれっていう感じね。デク君の時は結構一発でスッて言ったんだけどさ、 カッちゃんの方、超難し、いいろんな全部の要素難しかったな、んか。顔の感じもそうだし、なんだ髪型がとにかく難しかったね。このなんか、ツンツンな感じ。やっぱカッちゃんは頭爆発してる感じじゃないだからこの頭爆発してるこの、ツンツンな感じを、しっかり再現しようと思ったんだけど、うわ、うわ、むずいむずい。髪のこの直線の感じっていうのかな、全然わかんなくってさ、わからんわからんって言いながら、やってなんか、とりあえずできたぞって思って、 できたやつの全体像を見て、なんか違うっつって、一回全部書き直して、っていうのを、3回繰り返して、3回目でようやくこれができたって感じですね。こうやって見ると本当になんかコロコロみたいな顔になっちゃうな、かっちゃん。 正面顔って難しくないかなんかやっぱりさ、なんでなんだろうね。性格がひねくれてるかなのかわかんないけどさ、まっすぐな線引けないのももしかしたらなんか関与してるのかもしんないけどさ、普通に書いててもさ、ちゃんと書いてるつもりなのにさ、左右反転するとめちゃめちゃ顔が歪むっていうことあるじゃん絵描いてる人あるあるだと思うんだけどさ。やっぱ俺はそれが結構顕著に現れるタイプらしくってさ、左右反転のさ、このペッてやつをさ、ふとした落書きとか書いてるときに、それやると目も当てられないくらいやばいものが出来上がるからさ、そういう人間だからさ、本当にこういう、いわゆる 正面顔っってていうのを難しくってさ下書きに関しては左右対称ツールを使ったよね。左右対称ツールで書かれた下書きを元に書いてあるから、まあ基本的にあんまり歪むことはないですよ、これやったら。ちょっとズルな気がするけどね。ほら。ああ、円が描けないな綺麗にキュッと。 かけないからさ細かい細かい細切れの線をちょい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 って引いていってうまいこと綺麗な絵に見えるような線を引けるまでトライエンドエラーの繰り返しでございますよスクラップビルドでございますよそう,そうやって日本はね日本はそうやって発展してきたわけだからね壊れては直し壊れては直しそういうものの積み重ねでこの国っていうものはできてきたわけなんだからさその精神を正しく継承してる人間っていうことをだと思えばまあ少しぐらいは前向きな気持ちになれるかなって思うけどじゃ 次、髪やっていこう。あと、なんだかんだ言って、髪と頭の爆発の飾りが終わっちゃえば、もうおしまいだから。あら、線画が意外と早かったわね。じゃあ、いい感じじゃないかい。じゃあ、このまま一気に漏らしちゃおう。伸びをしました。申し訳ございません。かっちゃんの髪の毛は直線 っっててていいう感じを意識ししやっていきましょデクく,くんの時さ、真逆だね。デクく,くんは結構逆に癖っ気な感じが強めなイメージだったから、うねうねの感じをね、意識してやったけど、カッちゃん結構直毛というか、ストレートというか、本当に名実ともにツンツン頭って感じだよね。カッちゃんって基本的にさ、いつも表情がさ、切れてるかブチ切れてるかの二択だからさ、だからそれ以外の表情を見せるとさ、うわっ,ってあるよね。<laughs> あのギャップ萌えっていうのかな。普段しない表情をしてると、それだけで わーってなっちゃうみたいなやつ。どちらかというと、かっちゃんにはね、安ュイな表情をしてほしいんだよね。基本的にいつもブチ切れてる表情しかしてないかっちゃんがさ、たまに見せる安ュイな表情って一番破壊力高いと思うんだよね。 だからあの、なん、何巻だっけあれ。あの、何巻だったかの表紙でさ、あるじゃん。あの、幼な、幼き頃のデク君の手を取っている。んどっちだっけカッチャンのさ、表紙があるじゃん。あれ、最初に見た時にさ、本当になんか、うわ、死ぬって思ってさ、ああいうアンニュイな表情、カッチャンにされると、こちらとしては本当に、心臓発作待ったなしって感じだからさ、やめてほしいんだよね。やめてほしいし、やってほしいなって思いがある。どういう状況もう、二律配犯だよ、本当に。こっちから二律配犯、 もうダメだね。もう俺の西村春樹っていう名前、死者誤入したら二律背反かもしんないな。よし。というわけで線画が出来ました。こっから塗りに入っていきまーす。ちょっと待って、今更だけどここなんかこんな変なだかんなってるんだけど、ちょっとやめてよ、そういうの。そういうのなしにしてほしい。よし。よし。で、えっ、ー、と、投稿はこんな感じ。 あ、かっちゃんぽいかっちゃんぽい。いいんじゃないかいこんなもんで。とりあえず、まず影とかの塗りに入る前に、ひまわりの方やっちゃおうかな。ひまわりのような、まっすぐな、んそのあ、なんだっけ。 ひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりをぜーんぶあ、ちょっと待って。待 <laughs> って嘘ぞ。書こうと思ったらペンタブ刺さってなかったんやけどよし、これでオッケーやっていきましょう。夢を見ていました。

なんだろう。把握するために空の色から塗った方が良かったんじゃないかな、俺。一回青。うわぁ、これはブルースクリーンでございます。オッケーでございます。花びらを、とりあえず、ジャット、ジャット。やっぱり、上手い人ってさ、物のシルエットの形っていうのかな捉えるのが上手いのよね、そもそもね。いろんなに結構、じゃあでも、うん なんか、物のシルエットの形っていうのかなが結構整ってればね、割となんか、いい感じに見えるもんで、逆になんか色んなりすっげーしっかりしてても、シルエットが微妙だとね、なんか、うーんっていう感じになっちゃったりするから、そういう物の形を捉える能力っていうのは、なかなか大事だと思います。だいたいひまわりって聞いてどの曲を思い浮かべるかで、ね、その人のなんか人となりがなんかいろいろとわかるような気がするな。上手い人ってやっぱり、上手いんだな、えって。すげえしっく当然なこと言ってる気がすね、今。 もっとこう、一つ一つパッ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 とやっていかないと時間がいくらあっても足りないっていうのはさっきも言った通りでございましょう。気合い際さい。はいあ。あんまりなんかいい感じにならない気がする。試行錯誤の連続でございます。こんな、お絵かき動画でこんなに試行錯誤してもいいのかなって思うけど、まあいいでしょう。俺が法律だ。逆らう奴らは、直径。

うふふ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 。で <laughs> やつ。これはさ、絶対みんななんか夏テレビとかで聞いたことある曲でしょ。これ本当にすごい好きだし、そうテレビでよく聞くからさ、耳に残ってるというか、ちょっとなんか夏の曲といえばっていうので、真、ま、っ、あ、先に思い浮かぶ曲だと思うんだけどさ、自分がね。他の曲だったらやっぱりあれはね、井上陽水の少年時代。 夏が過ぎ、風邪、邪み。誰の憧れに、様よ。これ好きだね。この辺結構でっかく映るところだからな。こっちとこの左のひまわりはしっかり書き込んでおきたいよね。後ろの方はまだもう少し、じゃじゃじゃでもいいと思うんだけど。ちょっとなんか、下の方が、ちょっとこの感情か、ブサイクだな、下の方が。 ちょっとなんか、下太りになっちゃった。少し大きさをこうして、こうして、うーん。レイヤー分けといてよかった。なんか途中まで、なんかここ別にレイヤー分けなくてもよかったかなって思ったけど、こういうことがあるからね。大事だね。レイヤー分けるのは。<laughs> <laughs> うん、ひまわりと言えるでしょう。オッケー。次、左の方のデゲヤツもやっていこうか。 今、洗濯機の音入ってる気がすんな。大丈夫かなごめんなさいね、今。普通になんかガコ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 って音入ってるかもしんないけど。ま気にしないでいただけるとありがたいですね。ああ、終わった。さて、再開だ。 いいのではないかじゃああとはカッちゃんの塗りとエフェクトだね。よしやってくぞカッちゃん。どう塗ろうかなーちょっと迷っちゃうなぁ。ほとんど真上だけど、若干左の方から右下の方に向かってたから、若干傾けた感じで光の感じを描いていくといいのかなと思います。わかんないけどね。わかんないけどね、じゃないよ 自分の発言に責任を持ちなさい。ちょっとさ、気分高めるためにさ、僕らの聞いていい第6シーズンの後期オープニングテーマ。<laughs> <laughs> いや、もう本当にさ、こればっかりはもう言わせてほしいんだけどさ、あの歌詞中にさ、盛り込まれてるさ、余計なお世話だって隣にいたいのさ、それがヒーローってさ、本編中でもさ、 言うの、たびたび使われてるフレーズの一つやね。余計なお世話ヒーローの本質ってさ、そこのやつをさ、引用してさ、使われてるのめちゃめちゃさ、原作リスペクト強くないって思ってさ、本当にさ、うわーこの、うわ、うわーって思っちゃってさ、オープニング見てるだけでもなんか、あ、終わるかもって思ったから、あ、死ぬかもって思ったから、命がかりの。 一番だけのテレビサイズのやつだけ見ててもさ、こんな状態だったからさ、サブスクとかでさ、配信が開始するじゃないですか。マジでしばらく聞けなかったからね、本当に。絶対聞いたら泣くこと分かってたからさ、もうちょっと時間をください。もう少し咀嚼する時間が必要っつって。でもこの間満を持してさ、一回聞いてみたんで、本当に、案の定ボロン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 巻いてしまって、二番の歌詞、 やばいね、マジで。本当は誰よりも繊細でいたんだ。不器用だった。許されないくらいひどく傷つけた後悔がっつってさ、ここ完全に勝っちゃうんだよなって思ってさ、勝ちゃんは何でもできるぐらい器用でさ、それができるだけのさ、才能とかもあるんだけれども、それゆえに、無個性だと思ってさ、すごいなんか自分より下だと思っていた、デク君に対して応暴というか、デク君のことをいろいろ傷つけて、 るわけだよね。それを謝るあそこのシーンもさ、本当に激熱いしさ、あのシーンがアニメ化された瞬間が本当にさ、メインチだと思うんだけどさ、俺がさ。だから今からちょっと本当に相模天連行っとかないとなって思ってんだけどさ、すごいね、正直なことを言ってしまうとね、最初の方、かっちゃんあんまり好きじゃなかったんだよね。な、なんだこいつみたいなさ、イメージの方が結構強くってさ、なんだけど、かっちゃんもかっちゃんでさ、葛藤やらなんやらがあったりするわけじゃないそういうのを見てるとさ、やっぱりなんか、ああ、なんか10代の男の子なんだな、みたいなさ、そういうのが見えてきたりさ、なんて言うんだろうな、ちょっと自分 なんか似てるよううな部分というかもうなんか少し見えてきたりしてね。共感というかね、そういう部分があったりしてね。例えばさ、それこそさ、かっちゃんは、デクくんのことを、 もう、無個性だってって、自分より下だと思ってたわけだけどさ、それが気がついたら、ね、同じエリート校の遊泳高校、デクくんまで受かってしまってね、かっちゃんのデクくんに対する思いって、やっぱり、劣等感だと思うんだよね。実際なんだっけ、あそこの実習のさ、ところでさ、デクくんのあれに分けた時にさ、すげえ動揺してたりとかね。だから、本当に、ずっとそういうさ、剣道んな感じの態度を取ってるというか、のもあったんだろうな、みたいな。 正直そういう気持ちわかるもんな,な。やっぱりさ、ランク付けとまで言わなくてもさ、なんかこう、自分より上とか下とか、そういう感じでさ、この人は自分よりも絵が上手いとか、この人は自分よりも話が上手いとか、そういうものでさ、ちょっと見たりすることってやっぱりあるわけじゃないやっぱり一番わかりやすいとこだと、年齢かな自分よりも年上、年下みたいなね。やっぱ自分よりも年下の相手だとさ、なんか、 俺が先輩だから、俺の、しっかりね、ちゃんといろいろ教えてあげましょうみたいな感じだったりするじゃん、やっぱりね。でまあ、先輩風をビュー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 吹かしてね。それで、年齢下で自分よりも後輩だと思ってた人間が、いつの間にか自分よりも人気に有名になっちゃって、インフルエンサーみたいになってさ、なんか、すごい人の動画とかに出ちゃってたりとかさ、じゃあ、先輩の俺がしっかりしてあげないとねって思ってた相手が、そうなったら多分すっげーレッドかなと思うんだよね。そういうのが多分、かっちゃん、 にもあったんだろうなって思ってさ、だからこそ本当にあそこのシーン、和解というか、があってよかったよってすごい思うな。 いつも俺がやるね、線画の色トレスとかのやり方ね。線画のレイヤーだけをオフにして、全部統合するのね、レイヤーを。コピーして、元に戻す。その線画の上に今、コピーしてきたやつをね、貼り付けて、クリッピングをします。そしたら、色相、サイドをちょ,ちょい上げ。明度、を結構、割と下げ。あと、ダメ押しでガウスぼかしをちょっとかけると、線画がいい感じになる。っていうね。 手法があります。これでね、こういう部分の線画とかはね、割とそのまんまいい感じに色がね、馴染んだ感じになるので、楽でおすすめです。そうだ、もう一つテクニックがあるの。まず一回あの、全部のレイヤー、通したものを持ってくる。レベル補正を使うの。上のね、入力のところにある、一番左側のね、この矢印を。 右の方にクッと持ってくるとね、結構怖,怖い感じになるから、いい感じにこう、いじりがちで、なんか色の濃い、色の明るめの部分だけが、こう、すごい、超サイドの高い色で残るような感じにね、して、OK。ガウスぼかしで結構強めにぼかすと、こう、したら、レイヤーをスクリーンにするとね、ほら、輝くグローコーかこれが。これ結構ね、簡単にできてね、綺麗な感じになるから、おすすめですよ。 よっしゃい。というわけで、こんなもんで、完成ということで、よろしいでしょう。ねえー、かっちゃん、夏、イラスト、完成いたしました。ありがとうございます。前回のね、デクく,くんのイラストの方に引き続きね、今度はね、かっちゃんでね、夏っぽい感じのイラストっていう感じで、やらせていただきました。かっちゃんもね、前々からちゃんと描きたいなと思った子でもあったから、今回ね、こういう形で描けて、本当に満足でございます。よかった。すっ すげえ難しかった、マジで。本当に。この髪型とかさ、どう再現すりゃいいのかっていうのがさ、マジでわかんなくてさ。<laughs> ちょっと、かなりね、まあまあ難航したけど、でも、最終的にこういう感じで形になったから、まあ良かったかなって思います。ありがとうございます、本当にな今回のやつの方もね、ピクシブの方に投稿をしておきますのでね、概要欄の方にね、そちらのリンクの方も貼っておきますので、よろしくお願いいたします。こうやってなんか、デクんの、まあ、春、夏で来たから、 じゃあ次書くのは、ま、秋かなっていう感じなんだけどね。今度誰だろう秋書くとしたら、お茶子こちゃん、つゆちゃんとか、行きたいなっていう感じがあるな。広川おめちゃめちゃ楽しいし、面白いし、本当にこの後の展開見るの怖いわって思いながら毎週さ、土曜日 ?5 時30分から、テレビにね、かじりついてるわけなんだけどもさ、本当にもう、あーもう嫌だー。これからもう新しいアレミンの嫌だ。もう今喋ってるとこでしょうか、車 <laughs> あと言いたいこと。 僕のヒーローアカデミーは本当に面白い作品なんでみんな見てください <laughs>。やだ。最後だ最後ですっげーステーマっぽくなっちゃった。本当にこういうのね。ダメね。本当に全然プロモーションとかそういうのないからね。ここまでね、見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。よければチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価とタよろしくお願いいたします。それでは次の動画か配信かでまたお会いいたしましょう。お相手は一般男子高校生、西村春樹でした。じゃあね。バイバイ。